今回で9回を迎えましたピックアッププレイ。おい、どうしたお前いきなり。今俺オープニング喋ってるとこなんだけど。パンパンに詰まったさつまいもイメージしてたんですけど。じゃがいももおるし、はい、誰がじゃがいもやめろお前。はい、今回始まりました。まず鹿児島県のさつまいも生産量についての説明をさせていただきます。全国でもさつまいも生産量が鹿児島県は1位になっております。ちょっと待って、もうパワー技でいこうとしたな。さつまいもの生産量1位の産地鹿児島県。イッサーを、はい、全国シェアの約 30%、 国産さつまいもの約 30% 鹿児島で作ってることを説明しないでいいんですかこれ。大事だけど今日は違うでしょ、ピックアッププレイだから。あ、すいません、この服着てたからちょっとどうしてもさつまいもについて、はい、オープニング終わってから触れようと思ってたんだから。お願いします。僕らが着てるこのユニフォーム、今回ホームゲーム YSCC 横浜戦のユダマルシェスタジアムグルメの5店舗さんにさつまいも祭りということで、さつまいもにちなんだメニューを作っていただいて、そのグルメを買ってくださった中から抽選で3名様にこのユニフォームが当たるということ。じゃあ6人しか持ってないんだ。そう、世界に6枚しかないこの貴重なさつまいもユニ。売ろうかな、売ろうかな、売ろうかなじゃない、バカかお前、やめろ。かっこいいよね、でもね。俺はかっこいいと思う、すごく。めちゃくちゃかっこいい。これで試合してほしかったもん。これいいよね。色がいい、マジで。色がなんかいいよね。だよ、だよ、だよ。本題に入りましょう。もう、さつまいもの話でしょ、今日は。違うだろう、お前。ということで、今回、YSCC 横浜戦、ピックアップしたプレーを振り返っていこうと思います。伊沢くん、掛け声をお願いします。明治安田生命 J3 リーグ第21節ホームに YSCC 横浜を迎えてのゲームとなりました。この日はですね、3600名を超えるお客さんが来てくださってですね、このようにスタンドを埋め尽くして、拍手、手拍子での後押しを送ってくださいました。本当にすごかったですよ、この景色は。ラッパーみたいでしたね、手拍子の後押し。ああ、陰踏んだ。踏んでない、踏んでない、もう余力残してて、本当に。行きましょう。はい、ということで、メンバーの方を発表していきたいと思います。ゴールキーパー大西選手、右サイドバック渡月選手、センターバック藤原選手、井原さんのヘンリー選手、左サイドバック江藤選手、ボランチに八田選手、中原選手、トップ下に秋山選手、フォワード左から米澤選手、山本選手、山谷選手という、スターティングメンバーになりました。サブの選手、みんな大好き白坂くん、3番ウェズレー選手、船森選手、田辺選手、竹本選手、島津選手、田沼選手という風になりました。それではもう早速一つ目のピックアップで行ってみたいと思います。こちら、前半1分、八田光栄選手、忍び回収職人と、開始早々ですよ。これやられたらいけない、集中しないといけない時間帯、相手に気づかれないのにサッと忍び寄って、八田選手がパッとボール取って、まあ体の入れ方がうまいし、やっぱキレがあるんですよね。今入れてますよね、八君。じゃあ早速見ていただきながらちょっと語ってもらえればと思います。どうぞ。ここにいますね、なっちゃん。ここで取られちゃうわけですよ。でフェンリ君も抜かれた、もうやばいやばい、さあシュッ、あ、素晴らしい、これね、やっぱハイリスからね、この難しさあるよね、うん、こういうとこでもやっぱりね、もし出されて失点してたら、左出されたらやっぱね、ンドカ選手がいたじゃないですか、うんうん、早々には失点してしまいましたけど、うん、やっぱこういうのがね、抑えれることによって自分たちのペースに持っていけることもあるし、まあ、すごい入りで大事なプレーですよね。忍びやな、これ忍びだ。相手がボール見た瞬間にシュッて寄ってって、顔を上げたらドンって奪う。どうすね、うまい、いいよね、職人やな。はい、ラストを見ていただきましょう。この顔下げた瞬間スピードアップする、シュッ。いやー、ナイスアッチャー、ナイスアッチー。さあ、続きまして前半21分、フォゲッチ選手、魂の内ももナイスブロックと。内ももってさ、痛いじゃん、あのボールが当たるってさ。冬当たったらもうそれでも試合終了ですから、ね、それぐらい痛い、ね、はい、それをフォゲッチは難なく耐えたと。そういうことですか、これもしかして。それもなんですけど、大きく体が流れちゃうんだけど、切り返しされて、でもそこからバーって足伸ばしてブロックするシーン。ただフォゲッチを上げてますけど、大西くんのシュートを来るまでのこう準備のステップ、それも合わせて見てもらえた、キーパーのこう準備の凄さっていうのが見えるんじゃないかなと思います。はい、こちらです、どうぞ。
ここにフォゲッツ選手います。相手はキックミスして大外にて、ここまあいいね、うん、これ何気ないけど難しい対応ですよね。でも相当難しいと思う。やっぱスプリントした後やからよう当てたよ。痛いよこれ、すごいね。うん、でこれ大西選手のちょっとステップも合わせて見てほしいんですけど、ここからでなかなか見ないじゃんこういうのって、キーパーの見ないね。ポケッチの対応も素晴らしいけど、大西君のこの準備、いつシュート来てもいいように素晴らしいよね、この2人のシーン。でこの孝太郎君がまたこう来るじゃん。そうだね、うん、これでだいぶシュートコースは限定されたよね。うん、うん、限定されたよね。あとオーサム・ヘンリーもしっかりねゴールカバー入ろうとしてるし、うん、そうね、こういうのを続けていけばやっぱり失点というものも減っていくと思うしね。あのね、ギリギリの局面でもね耐える場面ってありますからね。今回ちょっと2点目とかは相手のスーパーゴールやったじゃないですか、うん、2試合勝ってきた試合でも最後ギリギリ耐えた場面とか 2-0 で勝ってる時でもやっぱ1点を許さないあのスナのプレーとかもあったじゃないですか、はい、1個のプレーが試合の命運を分けるじゃないですけど、試合中に何回もあると思うんですよ。やっぱ大西が難なく防いできたっていうのもあるし、こういう積み重ねが大事で、まあ、こういうプレーは続けないといけないですよね。前半35分、山谷雄志選手、流れを変えるスプリントと、あの鹿児島前半特にスイッチのパスと言われるくさびのパスを入れるんですけど、相手に奪われてカウンターを食らうシーンって多かったじゃないですか。めちゃめちゃ多かったね。そうなると流れがつかめないと、じゃあ短いパスもいいけど一発裏もあるから狙おうかって言って狙ったのが山谷。結局これファールもらうんですよ、右サイドの高い位置で。こういう試合って流れ変えるものシンプルに考えたらやっぱセットプレーとか、うん、そういうもので流れを引き寄せるっていうのが結構あるじゃないですか。大事ですね。こちらこれなかなかうまくいかないとき、フォゲッツ選手から一本で、これ山谷選手ですね。これくらいね、うん、大事大事ほんまにこういうの。ここでねフォゲッツ選手何回か多分目が合ってるんですよね、首振って。でこのボールも良かったんですよ、すごくボール良かったよね、うん、でも相手も見えてないもんね、ボール。そう見えてないね、配送でも体を抑えに行くしかなかったよね、山谷君の方が前に入ってたから、うん、だからもう山谷君をこう触れるところで止めるしかないっていう、うん、ボール見てないからね、見てないね、うん、ナイスラン、ナイスラン。でね、0に1点早く取りたいっていう時間帯でこういうところでファールを取れるこの突破力というか打開力というか、うんうんうん、まあ僕はいいプレーだったんじゃないかなと思います。わ、はい、続きまして後半51分、中原修斗選手、魂のブロックと。これは井ノ原修斗の醍醐味。おい、このペナの中で、おお、待って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 、そのまま行かせないよ絶対。何が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 っておかしいだろお前も。今井ノ原修斗って言ったじゃん。言ってないよ、ごめんごめん、どうぞ続けて、ごめん。まあ冗談はさつまいも大きい。いや無理あるわおい本当無理あるわ。なんか俺のユニフォームだけちっちゃない、ちょっと話変わるけどお前が鍛えすぎてるからでしょ。今日もちょっと鍛えてきたんですけど、なんか俺の芋の張りだけいいもん。いいもん、狙わずに芋のことが出たみたいで2回言うなお前。ちょっとラッキーぐらいな感じでやめとけ。いいもん、そんな言われても別に、ま、マジでさね、伊沢、はい、撮影マジ長くなるからプレーのこと言ってないじゃん、魂のプロ。これしびれました。後半やろ。そうそうそう、入ってあったの後半51分いや、あのすっごい捨て身タックルのやつでしょ。ああそう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 、いやマジですごいよこれ、ケツもげるんじゃねえかぐらいの勢いのやつでしょ。こういうのやと思いますわ。失点した後これ以上やらせへんぞと、何とか1点取って反撃ののろしを上げるためにはこういうプレーが味方に気につけるし、今までチーム引っ張ってきた中心メンバーじゃないですか。こういうプレーすごい大事、死に物狂い大事ですよ。お願いします。だからコーナーからですね、中原選手ここにいます。ここコーナーとクリアした、こぼれ、これこれすごいよマジ。これはもうプロの仕業ですよ。プロの仕業さあんまいい言葉じゃねえけどめっぽくない、これ多分入ってたで、多分。いや入ってると思う、マジで入ってる、ね、入ってるもん。でね、ここで見てほしいのは、うん、実はシュートのブロックだけじゃなくて、うん、もちろんこれ一個、まあ、自分のマークやからね、
しっかり合わせにいった、その後ラインしっかり上げてってんのよ、こう相手が後ろ向いた瞬間に、うんうん、確かに確かに全員上がってるからここでオフサイドになるじゃないですか。おー、なるほどね。こういうね、なんか基本に忠実なプレーがやっぱり大事なんですよ。こういうもう一回ね、原点確かやるじゃないですけど、しっかりそのもう親友者狂いでアタックに行くで、跳ね返ったボールに対して相手が後ろ向いた時にしっかりみんなでライン上げる、みんながゴールに体向けてるじゃないですか、うん、その後ろのレイも大太郎とかもカヤもで、しっかりライン上げてオフサイドですよ。すごいね、頭じゃないですからこれは。うん、確かに、はい、いや、ありがとうございます。後半75分、茅沼優成選手、激うま高速ダブルタッチ、またの人。これ気づかなかったでしょ、二人とも。気づいてないかもしれん、もしかしたら。前回のJリーグ史上一番美しいスライディングって言った、あのスライディングと同じぐらいの衝撃をもらう映像だよ。気づいてないわ。気づいてないでしょ。気づいてないかも、俺も。けど唯一気づいたのは、うん、まあ、今まで映ったメンバーで一番さつまいも感はありますね。あ、ビジュアルがってこと？ビジュアルね。はい、そんなさつ、茅沼選手のもう前が言いすぎるか、間違いない。はい、いきます。そんな茅沼選手のプレー見ていただきたいんですけど、結構強くサビ入ってトラップをなんとかしてキープするわけです。でも相手がこう後ろからバンとぶつかってきて、で前からも相手が挟みに来て、もう絶対絶命だっていう感じの取られそうなシーンで、一回シザースを入れて、その後高速でタタンってダブルタッチして、そのダブルタッチで相手の股を抜くっていうシーン、いきますよ。衝撃映像こちら。はい、ここからフォーゲッチ選手からくさびがここにいます。トーンって入ってトラップなんとかして、ここでまたダブルタッチ。おお、これまた通った。また通ってるんですよ、これ。はあ。早すぎてわからん。いや、だからどんどんスローになっていくんで、ちょっと見せてください。ほら。これまた通ってんの。通ってるよ。よく見て。通ってるわ。だんだん近くするから。サビ。このトラップ難しいけどね。うん、よう止めたよ。ほら。うわ、ほんまや。すごいでしょ。もっとゆっくりなるから。ほら、うん、まよう止めたよな、こんなすごいでしょ、ほら、うわマジでうまい、これは。またぎも早いし、はあ、ほら、これはいいもん見させてもらったでしょ。うん、早すぎてわからんね、これ。おお、これはこれはいいもん見させてもらった。さつまいものマックスな手だよ、お前。いいもん、いいもん見させてもらった。気づかないわ、いいもん、いいものもね。なるほどね。なるほどで納得すな、お前。なるほどねって。声張れ、なんて。ちっちゃい声、いも沼さん。じゃあ次ラストのプレーになります。後半86分、米澤蓮選手、相手見ながらも足動くよねっていうシーン、いろんなシーンで言えるんですけど、とりあえず見てもらえたら、ちょっと見せてちょうだい、見せてちょうだい、はい、じゃあこちら、これベゼル選手から寄ってって、こう本当だったら右足でトラップするじゃないですか。うんうん、ああこれね、左足に引いて、うん、前に出ていくっていうシーン、これうまい。普通だったらみんな最初右足でトラップしてる、あれでも右足で触らず下がって前に持っていくっていう、相手のこの重心を見て、そう、しかも時間見て85分。すごい、いや、こんだけ走れるのってやっぱすごい、マジですごいと思う。いや、羨ましいな。スタメンで出てるからね、これ。しかもずっと出てるじゃん。うまいな、これは。どんどん良くなるぜね。マジでうまい。ステップの踏み方がうまい。引いて、トン。あ、うまい。うまいなぁ。ねぇ、うまいよね。ドリブラーみたいな、あれだね。もう相手も本当に引っ張って止めたくなるよね、これ。うん、あ、これも引っ張るね、もう完全に。ね、いやぁ、さすが米澤。こういうの、鮭さんが結構するじゃないですか。はいはい、するする。けど、やっぱ米澤レイも、米澤レイも、米澤レイも、おい米沢レイモ、おい、待って待って、レイモになってる、レイモになってる、うん、待って待って、お前のそのもうイモに関するもうギャグもすごいし、カツのツッコミも緩いし、レイモになってる。あ、なってた。
うん、で、もシャギーン。おいもちゃーん。まあまあまあ、そうね。そうね、じゃねえだろ、お前。そうなっちゃうよ。そうなっちゃうね、じゃねえ。やったみたいな顔すな、してやってねえから。じゃねえよ。はい、ということで、クアップは以上となります。まあ、こういう試合もあるよねけど、やっぱりいい時ばっかじゃないし、かといって、リーグも後半戦進んできて、やっぱり一つ一つ大事に、勝たなあかん試合が続いていくわけじゃないですか。けど、全然まだ上位目指せる、まだまだですよ、これからですよ。負けたことは痛いけど、痛いよ。昇格が全部消えたわけでもないし、特に今年の J3 リーグなんて、本当に混戦だから、どうなるかも分かんないじゃん。だからポケツ選手のブロックとかさ、大西選手 の止めるんだっていうステップとか、あと中原選手のブロックとか、こういう一個一個のこうやらせないぞっていう積み重ねがこの勝ち点というものにつながってくると思うから、選手たちが一番分かってると思うけど。分かってるよ、そんな言われなくたって。ちゃんと雰囲気も作って勝つためにやってますから、みんな。なんだよ、うん、ビンビンに伝わってきますよ、本当に。熊本まで来てるよ。けどほんまに勝が言った通り、大阪までもみんなの気持ちがほんま届いてるんで。おい、あーもういかん、パスしてしまった、イサオに。何、気持ち、気持ちって気持ち、気持ちでしょうね、でしょうね。すいません、ポテッとしました。すいません、ボケッとしました。すいません。わかるわ、大体。すいません。今宵はもう盛り上げていくしかないでしょ。そうね、僕らがこの明るくやってる意味っていうのが、下向いててもしょうがないし、もう切り替えてやっていくしかないじゃん。しかもその方が絶対うまくいくしっていう感じでね。そうっすよ、まだまだっすから。まだまだだよ、こっからだよ、こっから、うん、こっからということで、今回 MVP を決めていきたいと思います。はい、決まった方はまたいつものように手を挙げていただいて。はい、もう迷いないでしょ、これは。まあ、でも候補者が結構おるわ。まあ3人いましたけど、正直いろんな期待込めてこいつにもう一回っていう引っ張ってほしい。こうもう一回こう引っ張って。ああ、おい、芋掘りじゃねえぞお前。先に言うぞ、芋掘りじゃねえ、やめろ。はい、ミスった。今思いついたわ。なになに、渾身のギャグの芋葉おさむケンディー出さまお前、イオハオサムヘンリー君にまず謝れよ。ここまで出さんかったら申し訳ない、ごめんなさい、すいません。芋って言ったことに謝ってほしいね。じゃあ行きましょうか。はい、それでは今回の MVP をせーので発表しましょうか。はい、行きます。せーの、綾沼優勝。スナカヤ、スナ、スナ。俺から言い分言わせてもらうと、出てきた時から雰囲気も違うし、体のキレも違うし、すごかった。ギアがすごかった、マジで。積んでるエンジンが違った気がして。やったね、全然違う。なんかやってくれるんじゃないか、この男はっていう雰囲気がすごい伝わってきて、1点目のゴールをね、結果としても表してくれたじゃん、うん。でもカヤでいい？カヤもう捨てがたい、正直。俺もそこで悩んだっすよ。砂入ってからもう 99.8% ぐらい左から攻めてたよ。ほぼだね、ほぼ。砂の特徴ってやっぱ攻撃、参加、クロス、それがすげえ出てた。めっちゃチャンスになってたじゃん。キャプテンであるが上の思いっていうか、気持ちが見えましたよね、すごい。このまま負けていいのかっていう、なんとかしてやろうっていう気持ちがすごい見えたかなと。やっぱりキャプテンって大変なの、田野さん。キャプテンって本当大変だと思うよ。ピッチ内外までみんなにこう見られてるっていう意識もしないといけないし、中途半端なことやってたらさ、いや、こんなことやってるやつにこんな言われたくないみたいになるじゃん。だから立ち振る舞いとかもあるしね。チームが今緩んでるなと思ったらみんな集めて喋んないといけないし、自分のプレーだけやってればいいってだけじゃなくて、周りのこのチームの雰囲気とか、落ち込んでる選手がいれば声かけるしって、こういろんなことに目配らないといけないから、キャプテンって本当にあの自分のプレーに集中、今までよりはできないのかなっていう部分があるから、素直本当大変だろうなと思うけど、本当に今昨日の試合で見せてくれた。俺素直に酔ってきてる。素直で行こう今回。もうそうなったらすぐ、これからのその期待も含めて。そうね、やっぱスタメン外れて悔しい思いもしてるだろうしね、本人で、あのプレーだから。ということで今回の MVP は満場一致になりました、砂森和也選手になりました。おめでとうございます。はい、ということで、回を重ねるごとになんか3人の息が合ってきてるねってサポーターの方とか、あと見られた方にたくさん言われるようになって、で、久保くんが面白い、で、カツオくんのあの緩い感じが好きだ。見た目からコスプレしてそれいじられへんの結構きついな。え芋の被り物してるんじゃないですか、田中さん今。俺が砂ついてんね、砂。もう毛や毛、頭。
け、ね、け、けなんよ。けなんですよ。よく見なくても分かるわ、そんな。もういい、もういい、もういい。はい、ということで、もう締めに行きます。今回はもうかっちゃんから先に締めちゃって。今回の試合は、もう立ち上がりからやっぱ流れが良くなくて、悪い流れの中から2失点、カウンターから3点やられて、本当に大事な試合が多分ここからもう全部続くと思う。9試合やっぱ本当に立ち上がりとか飲水明けとか最後のアディショナルタイムまで集中してやっていかないと、後半戦になったら順位とかも多分関係ないし、本当死に物狂いで多分相手も来るから、そういう中でゴール前での体を張ったプレーだったりっていうのは絶対チームにとってはプラスになるんで、まあ、そういうところをしっかりやっていってもらえれば9連勝あるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。じゃあ磯野くんお願いします。まあ、試合に関してはやっぱ入りの大事さ改めて感じましたし、もう一回入りからっていう部分のいい教訓にしてほしい試合になったんじゃないかなと。はい、ということで次の試合、まあ、誰が出るかは分かりませんけれども、選手を我々はね全力で応援しながら応援するのみですよ。共に戦っていければなと思ってます。ということで今日のピックアッププレーはここまでということで、次節はアウェイで福島ユナイテッド FC とユナイテッドダービーということで、ぜひとも勝っていただきたいと思います。今日の動画はここまでということで、皆さん一番大事なこと、我々の目標登録者数1万人をね今年中に目指しております。チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、行かなければこの応援部隊解散となってしまいますので、このピックアッププレーも見れなかったなってしまうと組織が崩れ去ります。しなということで、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。そん